ドリンチェサーです。今回はこちら、星のカービィの食玩やグッズ、そしてチョコ玉ですね。こちらを一緒に見ていきたいと思います。なんとイレブン春のお宝祭りで星のカービィのグッズが一部ですけれども 30% オフになってたので、欲しかったソフビーパペットマスコットやミニ巾着ポーチをゲットしてきました。はい、あとはね、ぬいぐるみ系が多かったかな。ということで、まずはこちらから開封していきます。何が出るかな。デデデだよ、欲しいんだけどな。でもね、わかんないです。じゃあ誰だ。お、わー、ドルディ。え、かわいい、ウィンクしてる。やったね。めっちゃ可愛くない？指人形みたいになるタイプだ。そっか、パペットだもんね。やったね。もう一個は何かな。もう一個も結構ね、ドロンとしてるんですよね。カービィ、来るか。どうだ。あ、カービィっぽいよ。何カービィだ。あ、これはミラーだったかな。かわいい。ミラーじゃなかった、ビームだった。ミラーは鏡の方か。ビームカービィです。かわいい。さっきのはバンダナはドルディね。ラインナップはカービィ、ブレンズハートカービィ、ビームカービィ、ワドルディ、バンダナワドルディ、デデデダヨ、メタナイト、マホロワ、タランザ、スージーでした。はい、デデデ欲しいけどなぁ。また見つけたらゲットしてみたいと思います。これね、今欲しい人おすすめだわ。はい、続いてはミニ巾着ポーチ。なんかね、欲しかったんですよね。もともとの値段も660円なので手出しやすいですね。はい、全8種のラインナップはこんな感じ。エフィリンがちょっとね、気になってるんですが、まあカービィだったら嬉しいかな。ということで、何が出てもね、いい。なんだったらワドルディでもいい。ワドルディ運強いんだよな、でも。この8分の1なのに私の引きはどうでしょうか。カービィでした。表はこんな感じ、裏はこんな感じっていうので、はい、デザインが違うのね。え、これかわいい。素材はナイロンっぽいかな。です。え、これは、このサイズは、アメちゃん入れとく系ですね。かわいい。なかなかないサイズ。小さめで。お薬とか、私、コンタクトとかのグッズを入れとくのがちょうどいいかも。コンタクトレンズの予備と、目薬と、みたいな。かわいいです。いいね。はい、続いてはこれよくわからず買っちゃったやつ。コロコロイドカービィだそうです。全4種で、とりあえず1個しか買ってないんですけど、カービィ&スターロット、カービィ&元気ドリンク、カービィ&マキシムトマト、カービィ&おにぎり、全部カービィね。なんですが、カプセルがあって、パーツを組み立ってて、飾る感じ？コロコロイドはどういうこと？コロコロするんじゃないの？ただコロコロとしたフォルムってだけだったら、なんか、ただのカービィなんだけど。台座は両面で使えるよと書かれてます。誰だ？誰だってかカービィだけど。この顔だけじゃわからないのか。あ、わかる人はわかるのか。さっきよく見てた人なら、これが何カービィかわかるんだ。なるほど。さあ、この顔のカービィ、手に持ってたものは何でしょうか。3、2、1、開けてみよう。そんなすぐに開かなかった。マキシムトマトのカービィでした。組み立てもそんなに難しくないかな。手足くっつけるだけっぽい。で、これはガシャポン系なの？コロコロイドカービィ。で、足をはめてあげて。合ってる合ってる。なんか違うか。
これでいいのかな。はい、完成。なんかちょっとね、足の向き変な感じもしたけど、さっき反対も変だったよね。え、わかんない。で、これ逆だよだったら逆だよって教えて。なんか逆な気もするんだよな。でもさっき反対変だったんだよな。いいのかな。逆にするとこんな感じ。え、これはこれで変じゃない？そしてね、見て、これ取れた。これでよかったのか？こうか、ん？さっきもこうだっけ？なんか角度が違ったのかな？ということで、なんかこれがしっくりくる。これで良さそう。はい。かわいいです。あ、よかった。なんかまともな形に。で、ここに飾ればいいのね。タイヤみたいなのはついてないので、別に転がるわけじゃなくて、ただコロッとした、フィギュアって感じなのかな。まあ、カービィで言うとそのままだね。とても可愛くていいんじゃないかなと思います。ちょっとこっちの台座を下にするとどうしても寝転がっちゃうので、これを上にしてバランスをとってあげた方が飾りやすいかも。はい、こちら透明シールと紙カードのセットらしくって、それがこちらについていて、あとこの中にはチョコチップクッキーが入っているそうです。シールと紙カードは全16種あるそうです。そんな感じか見てみよう。あ、16種類のペアがあるんだ。なるほどね、そういうことか。一応ラインナップここで見える。あー、メタナイト欲しいな。これを外すと、なんか中のクッキーとか、なんか中のカードとか傷つけちゃうかな。怖い感じだな。ちょっと一個だけ外したけど、次からはそのままチョキチョキいきます。はい。では、一個目。誰だ？おー、ワドルディーと、勝ったね。なるほど。こういう感じか。あ、じゃあ、勝ったのやつがあったら、それはそれでいいな。そういう風に探すことができるってこと？なるほど。二つ目。どうあるかな？ああ、このまま開けようとすると開けづらいのか。一番上だけでもちょっと外して、で、中を切らないように出すのが大事。おー、メタナイト出たじゃん。ソードのカービィのとメタナイト。え、メタナイト好き。やったね。やっぱかっこいいな。あ、いろんなのが出てくるんだ。組み合わせ迷うね。三つ目、誰だ？おー、出たよ、オートファイヤー。面白い。あー、確かにね、こうやって重ねてもいいけれども、それぞれバラバラでもいいね。キャラクター的に、カービィが出てこないのはいただけないので、カービィそろそろ来てほしいな。あ、これカービィっぽくない？やっと来てくれた。カービィ、吸い込み。いいね。吸い込みそう。これはね、何でも合いそうな感じでいい。かわいい。なんかキャンディーが一番ね、吸い込まれそうだけど。ラスト！何が出るかな？ラストは、あ、かわいい。誰？カービィ！なんか探してる。あ、そしてなんかぶつかった感じ。どっちも可愛いですね。やったね。ということで、ありがたいことに全部被らず来てくれました。はい、いろんな種類があります。ラインナップのすべてはっきり見るためには、こちらの QR コードからホームページに飛んで確認してみてください。エフィリンとかね、いますね。マホラーもいる。さっきのバンダナワドルディもいるね。面白ーい。はい。ということで。いいんじゃないか。じゃあ、中のクッキーちょっと気になるので1個開けまーす。あ、薄めのチョコチップクッキー、絶対サクサクなやつ。一袋に6枚かな？入ってます。あっという間に食べちゃいそうな感じ。86キロカロリーなので、まあ一袋ぐらいがちょうどいいかな。ちょうどいい感じ。うん！
意外とチョコしっかりめに感じて美味しい。もっと軽いかなと思ったら意外としっかりなんか食べた感があるので、いい、とってもいいと思います。満足感高め。こちらは透明シールになってるので、お気に入りの組み合わせが見つかったら剥がしてくっつけてあげるといいんじゃないかなと思います。私はね、もうちょっといろんな組み合わせ探したいので、今日は貼らずにステイします。重ねて楽しんでいきたいと思います。いいよね。なんか上を変えるだけで、ちょっと違う感じ。ああ、やっぱりこの枠は当たりですね。どのキャラクターに当ててもいい感じ。カビっぽくない？カビっぽいっていうか。面白い。はい、ではラストはこちら、チョコ玉作っていきたいと思います。なんかね、箱がね、潰れてて安くなってたやつがあって。え、これ私やってなかったかもと思って買ったんですけど。はい。一色だけで作る場合は、一般的な板チョコ2枚分、約 100g 必要だそうです。これを用意すれば、基本的にすぐに作れるらしい。とりあえず今回はホワイトチョコレートと普通のチョコレート1個ずつとチョコペンでいくつかカービィとか作ろうかなと思っています。かわいいよね、きっと。中はどんな感じかな？お、硬っ。あ、意外と大きい。なんか卵の中に入れるからと思って絶対ちっちゃい、ほんとプチサイズかなと思ったら意外といい感じ。立体も大きめだし、これいいんじゃない？カービィめちゃめちゃ可愛い。あとね、お星様とね、キャンディーもあります。2個目の方はお顔だけ。まあうん、グミとかでもあるよね、お顔のやつ。あ、でもこれも結構深さがあるから、いいんじゃない？コインチョコよりも分厚い感じ。ワドルディも立体がね、すごい立体なの。面白い。ラストの方がちょっと大きめ。やっぱこれがね、まあ、卵の中に入れるっていうよりはもう、これ単体で、みたいな感じのカービィ。こういうのケーキにトッピングしたら最高じゃない？かわいい。これぐらいだったら色分けできるかな？どうだろう。その他にはピンクの卵。ね、卵ちっちゃくない？あ、重ねる部分？でもこの中に作ったチョコ入れなきゃいけないんだよね。結構難しめ。はい。開けてみると、あ、実際の空間はこっちぐらいか。なるほど、なるほど。厚みの分ね。こっちは小さいけれども、これぐらいの空洞ができるんだったら、まあ、入れれるか。2個ぐらい入るかもしれない。はい。チョコの型。とは、ラッピンググッズですね。これを、切り込み入ってるので、くるっと丸めて、留めてあげると、チョコ玉の台になるよっていうやつと、かわいいカービィの袋です。あ、ラッピング袋にちょうどチョコ玉入るぐらいの大きさなんですね。なるほど。お、カラフルチョコにチャレンジっていうところにチョコペンで作る作り方も書いてますね。うまくできたかどうかな、ね、結果だけ教えるね。これは簡単な作り方でやります。はい。プレートチョコは後で取りやすくするために、クッキングペーパーなどでサラダ油を塗っておくといいらしいです。大丈夫なのかな？それはこっちのチョコ玉の方もそうみたい。膜を貼ってこう取れやすくするってことかな？だそうです。そっか。で、片方作ったのをチョコペン、
とかでこうくっつけてあげる必要があるんですね。これ用も用意しないとダメですね。はい、ではまずはきれいに洗って水気を拭き取って用意したいと思います。はい、ということでいろいろ準備してきました。型は洗って水気を拭き取った状態にあります。器を2つ用意しました。まずはチョコを割り入れていきます。結構固まった時にしっかりパリッと固まるのが明治なので、ガーナとかよりも明治の方が今回はおすすめかも。ガーナ結構ね柔らかいんですよね。固まってもすぐ溶けるというか、なので、卵を外す時にパキッと綺麗に外れるかというか怪しいかも。はい、白い方も器に入れます。ホワイトチョコレート、パクできるかな。この器に沿っていた方が溶けが早いので、ちょっと押し付ける感じで大丈夫です。細かく割らなくても下の部分にいっぱいこう触れている部分があれば大丈夫なので、こういう風になってたらこういう風にあまり重ならないようにしてあげると、あっという間に溶かすことができます。こちらは湯煎で温めてこようと思います。フライパンなどにお湯を用意して、その上に中に水が入らないようにそっと沈めて5分ほど放置します。脇の空いてるスペースにピンク、イエロー、そして蛍光ピンクのチョコペン、こちらを今回は使って流し込んでいきたいかなと思っています。顔とか細かいところできたらなって思ったんですけれども、まあ欲張らずにまずはそのまま注いで作ってしまいます。はい、これを使うときには炙いて先の部分取らない、この状態でお湯の中に沈めます。取るときは箸などで取って水気を拭き取ると、直に触ってもそんなに熱くなく安全に使えるかなと思っています。はい、ではこちらを湯煎で溶かしていきます。はい、ではチョコレートを湯煎している間に型の用意をしていきます。こちらキッチンペーパーとサラダ油が入ってます。はい、薄く塗ります。ベタベタしなくてもいいはずなので、つけたのを全部に回すような感じでいいかも。1個目につけたのからもう一回こう取ってつけるぐらいでもいいかも。うまく取れますようにとねじながら、ちょっと細かいところはね、キッチンペーパー細くして塗ってあげるといいかな。はい、ということで塗り終えました。まあこうやって傾けてみると全体的にこうキラキラした感じになれば塗れてるかなとカウントして大丈夫かなと思います。はい、湯煎が終わりました。5分放置していただけですが、ちゃんと、ね、文字が残ってるほどだったけれども綺麗に溶けてますよね。はい、いい感じ。今回はホワイトチョコレートでまずは卵を作ろうかな。卵の部分ラインがついてます。ラインまで注ぎます。まあちょっと注いでから、まあティースプーンに入るぐらいかな。見えますか、この下のラインです。した時にこのラインあたりに来ると綺麗に形が作りやすい状態になってます。このままもう締めます。パチッとするぐらいまで締めて大丈夫。そう、入れすぎるとブジュッと溢れるからね、きっとちょうどいいと信じよう。もう一つの方も入れます。2杯ぐらい入れて、多いかな、どうだろう。トン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 、ちょうどいいか。はい、トントンして、気泡が潰れたらペタン。
あ、ちょっとはみ出してる。これくらいでね。見えると安心するよね、ちょっと。まあ、ちょうどよかったと信じて。これもこのまま。はい、じゃあ白で作るとどうなるかも。一つ、何かに入れよう。一つどころか。卵を作った残りで結構いい具合なんだけど、どれにしよう。あ、ワドルディがいる。一個ワドルディに入れよう。まだまだあるな。何かカービィとかのやつにも注いじゃおう。注ぐときには少なめにとって重ねていく感じの方が良さそうかも。だってちょっぴりしか入んないもん。そしたらこんなにチョコいらなかったんじゃないか疑惑だけど、ちょっとこっち注ぎます。はい、いろんな型に入れてみよう。でもピンクが可愛いよね。どれも迷う。まあ入れちゃうけど、大きいのも一個。大きいのだと小さいのの 3,4 個分ぐらいチョコの量がいるかも。あっという間にだけど。じゃあ用意したチョコペンの方も使っていきます。これはノーマルピンク。すぐ注げるように根元から切るといいかなと思います。迷わずいきます。丸いカービィ。難しいね。この大きいのは丸いところと手の部分あたりに入れたい。ちょっとこうやっとこう。こんな感じ。これでいいかな。足にちょっと出るかもしれない。でただのピンクね、入れちゃってもいいよね。キャンディーとか。濃いピンク。マキシムトマトは濃いピンクでいいかな。で、これ足の部分。あー、もう浸食してきてるけど。これ足の部分はこっちにしたかったんだけどな。あっという間に平らになってきちゃってた。裏から見るといい感じだけど、絶対これしくじったね。ワドルディー、かわいい。星とか。星とか。これ上から重ねちゃってこれすればいいよね。トントントン。はい、ということで入れ終わった型を冷蔵庫に入れて約1時間ほど冷やしていきます。はい、ということで1時間ほどしっかりと冷やしてきました。ちょっとお部屋暗めなのは、ちょっとライトをつけるとチョコが溶けてしまう関係で今はつけていません。はい、ということで外していきましょう。あー、これがこういう感じになったか。足がもっと綺麗にできたら最高だったね。っていうか普通にチョコ流し込んだだけでもめちゃくちゃ可愛い。外してからライトつけるね。あ、綺麗に外れた。ちっちゃい子たちもどうかな。これが油を塗った効果なのかどうかわかんないけど、めちゃくちゃ綺麗に外れるね。お、どれもいい感じかも。お顔もね、いいね。お顔。どの色が一番綺麗に見えるかな。あー、割れが少ないという意味ではこのピンクいいかも。あとね、チョコとかあのホワイトはノーマルで失敗なくできますね。
彩るリーもいい感じかな。マキシムトマトも綺麗にできた。うん、ありあり。はい、じゃあこちらも外そう。あ、これくっつけちゃってたけど外していいよね。お、あ、いいじゃんいいじゃん。え、こっから外すの大変じゃない？え、やばいかも。え、こっちでひねってからじゃないとダメだっけか。あ、外れた外れた。え、綺麗にできた。もう一個もひねってひねって外す。あ、うん、こっちはいいけどこっちは？え、さっきの外し方の方まだ良かった？あ、綺麗に取れた。え、すごくない？すごい大成功。やったー。え、卵が綺麗にできたのがめちゃくちゃ嬉しい。大きいのも可愛いですね。やっぱりこの中には入らないけど。足だけ色違いカービィもうまくできてました。1個の中に2個ぐらいかな？こんな風に入れてあると可愛いかなと思います。どうでしょう。この部分をチョコペンとか少し温めたナイフとかを当てて卵同士をくっつけてあげると綺麗な卵型になるので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。思った以上に可愛く形取れて、しかもね、綺麗に外れて大満足です。これは挑戦してほしいな。はい、というわけで今回はカービィのいろんな商品を一緒に紹介してみました。いかがだったでしょうか？どれもこれもとっても可愛くて楽しかったです。こんな商品も紹介してほしいよ。こんなのも新商品であったよ。など、リクエストや、新商品情報ありましたらお待ちしておりますので、ぜひぜひコメント欄やコミュニティ欄にメッセージをお願いします。では、次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。